こんにちは、内丸です。今日は僕のこの1年半ぐらい前に新車で買ったですね、ハイゼットジャンボ、約ね8300キロもう走ってるんですよ。ということでそろそろ燃料添加剤でも入れようかなと思って買いました。ワコーズフューエル1、まあ、これを入れてね、どんな感じになるのか、変わるのか変わらないのか、まあ、乗った感じですけどね、体感できるのかどうかちょっとね試してみたいと思います。少しでもねエンジンルームが綺麗になればいいかなと思って買ってみました。じゃあ早速注入していきましょう。はい、それではですね、まず燃料キャップを開けていきます。で、これなんですけどね、このワコーズフューエル1強力デポジット洗浄剤、燃費パワー回復、有害排出ガス低減、燃料タンク防錆ですという効果があるみたいですね。で、使用方法なんですけど、燃料の給油口であることを確認してから注入してください。ゴミや水など異物が燃料タンクに入らないように注意してください。燃料20から60リッターに1本を目安に燃料タンクに注入してください。燃料20リッター未満に使用する場合は 1% 以上添加しないでくださいと記載があります。ということで、とりあえず今ね燃料、まあ、ほぼほぼ満タンで入れてきましたんで、これ全部ね注入していきたいと思います。で、これ簡単なんですよ。そのままねこっからね給油口から入れていけばいいんで、じゃあ早速入れてきますね。もったいないからね、できるだけ一滴残らず入れていこうと思います。 OK、 これで入れ終わりました。フューエル1を入れてみて、これからちょっと体感できるかどうか、走行してみたいと思います。はい、フューエル1をね入れて走行してみた感じなんですけど、まあ、今はちょっと一般道ちょろちょろっとこう走ってきたんですけど、下のトルクがね少し増したかなと。だからこういう信号待ちとかでゼロから発進するときとかも、まあ、僕の場合ね14インチにタイヤ変えてるということもあって、少しねアクセルを踏み込んで回転を上げてあげないと演出する感じがね毎回するんですけど、その感じがね回転上げてあげなくても低い回転でもクラッチつないだ時に、半クラでクラッチつないだ時にもうさっとつながって演出する心配がなさそうなくらい下のトルクが増してるような気がしますね。これだけ変わるんだって、まあ、僕の場合はねなんか感じますけどね、まあ、ただ高速とかね、速度を上げた時にね回転上げたり速度を上げた時にねどんな風になるのかなっていうのはちょっと楽しみです。さあ、ということで、まあ、下道のレビューは先ほどの通りなんですけど、これから、高速道路に乗っていきたいと思います。福岡都市高速に乗っていきます。3、4速。そして5速。ここ80キロ道路なんで、5速80キロで走行していってますけど、アクセルをねオフオンした時のこのレスポンスが若干ね上がったのかなって。ちょっとトルクはねもうこんだけ回ってて回転上がってて速度も上がってるんで分かんないですけどね、ただレスポンスがね変わったような気がしますよ。アクセルを完全にオフにして、それからまた踏んだ時に、まあ、すぐ回転がついてくるというか戻ってくるようなね、回転が落ち込んだとしてもすぐまた元の回転にねぐーんとこう引っ張ってくれるような感じはしますね。これだけ本当ね体感できるんだったらす
すごいですよね。なんか変わってんだろうなって気はしますよね。これでね、エンジンの中もね、綺麗にしてくれるんだったら最高ですよね。はい、ということで今回はワコズの QL1 をハイゼットジャンボに注入してみてレビューしてみました。これだけね、あの体感できるんだったら今後もね、使っていきたいなと思います。皆さんも一回ね、買って試してみてはいいんじゃないでしょうか。内丸でした。じゃあねー、バイバーイ、また見てねー。